皆さんこんにちは。 FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘です。 YouTube 配信は久々ですね。久々でもないかな。はい、まあしっかり YouTuber になっておりますがですね、本日は素敵なゲストを呼んでいますので、いろいろ話を聞いていきたいと思います。昨シーズンをもって現役を引退した、うちでも大活躍してくれた前田良一さんになりますね。どうぞ。こんにちは、はい、よろしくお願いします。明日は良一くん、よろしく。まずは21年間かな、現役生活長い間お疲れ様でした。ありがとう。なんか爽やかな、ね、すっきりした表情に見えるんだけど、どうですか実際引退してみて。うん、そうだね、でももちろん寂しい気持ちもあるんだけど、ニュースとか見てやっぱ指導したりしてて、チームがでも結構すっきりはしてるかな。うんうん、ちょうどいつだっけ連絡もらったの、直接いつだったかな、1月10日とかかな、発表前。そうだ、1月10日、ね、まあ、最近だよね。うん、あの電話がちょうど鳴って、良一からだと思って、ね、次のチームっていうところも探してたと思うし、なんかいろんな情報の中でどうするのかな、でも電話かかってきたから、これあチーム決まったのかなと思って電話出たら、あなお元気とか言って結構明るい声で言うから、おじゃあ新しいチームさっき決まったのかなと思ったら、なお引退するわすごい、あの今日はほら久々に表情見たけど、声もすごいなんかなんていうのかな、明るいというかすっきりした感じがすごいしたんだけど、まあ、そのあたりの心境というかどうだったの。あのね、特になおに連絡した時は、まあ一緒にこう同じチームでやった選手には結構連絡してて、同年代とか、うん、なおに言われるまでそんな、なんかなんていうの、なんでそんな元気なのってなおに言われたじゃんあの瞬間に、あそんなテンションちょっと高かったんだと思って、自分でもちょっと我に返った感じで。あ、じゃあ全然無意識だったんだ。そうだね、まあただ暗く話してもしょうがないから、まあね、うん、そういう意識はあったんだけど、でも言われるまで本当、うん、あそんな感じかと思って、うん、でもまあスッキリはしてたんだろうね。ただなおのこと、ね、吉本和にも連絡したんだけど、ちょっとなおにそう言われた分、あんまテンション高くてもあれだなと思って、逆にカズの時すげえテンション低く入ってよ、ね、それもなんかカズにちょっと悪いことしたかなみたいなあそう、うん、そうなんだ。俺もほらね、2015年から良一と一緒にやって、うん、で自分がね17年に引退した時、まあ良一にどう伝えたかっていうのははっきり覚えてないんだけど、うん、でも多分その時も自分はすっきりしてたと思うんだよね、うん、だからまあ多分今まで引退を決意するってどんな思いなのかなって、少なからずさ多分毎年毎年ここ最近は考えていたりとか、うん、まあ俺もそうだったし、うんうん、実際にその自分がねその引退っていうこう決断に至った理由というか流れというかちょっと知りたいんだけど、うん、でもまあそうだね、まずはやっぱ岐阜でシーズン戦い終わって、そこから契約の話になった時に、来年は契約を結ばないって言われて、まあでもそこからかな、そこからやっぱまず、うん、どうしようかなって思って、まあ、うん、冷静になって考えてみた時に、まずやっぱ初めに浮かんだのは引退ってことだったかな。うん、うん、もう話を聞く前からもし契約がなかったら引退しようかなっていう思いもあって、うん、でちょうど契約行く前チームメイトとあのご飯とか食べててそういう話もしてて、うん、で実際そういう話を聞いて、ただそうは言っててもいざ話を聞いたりすると、うんうん、じゃあ引退しますってすぐにはいなくて、うん、そこからモニがちょっと連絡くれたりとかして、もしサッカーやるならなんかね、うちも考えてみてみたいに言ってくれたりして、うん、それでなんかそういうありがたい話をもらったり、やっぱそういう中で、あ現役のねやってみるっていう選択肢ももらえたから考えてみて、そこでやっぱ結構な自分の中で迷いはあって、このまま本当にやめていいのか、そうやってね声かけてくれる人のところでもう一回やってみるのかっていうのは本当に正直悩んだし、うん、ただ結局悩んだけども、契約の話聞く前からもうなかったら自分の中ではやめようと思ってたっていう、結局はその考え通り自分の中では結論を出したかな、うん、急にというよりは、まあ、とにかくまずはシーズン最後まで戦ってみて、うんうん、その中で自分の気持ちの整理だったりしていく中で、まあ、一応その引退と現役と続けるっていう両方を
まあ、しっかりと考えながら、まあ、じゃあ決断に至ったというかね、そういう流れで、うん、ということで、まあ、自分も納得する形で引退を決めた。そうだね、もうでも岐阜に来てからはもう最後のシーズンだっていう、まあ、結局2年いたけど1年目ももう最後のシーズンだっていう気持ちでやってたし、去年もそういう気持ちでやってたから、うん、そうだね、そういう意味ではいつでも覚悟はできてたっていうのはあるかな。そんな覚悟を、なんていうのかな、決めるというかさ、毎年毎年やっぱり勝負ね、もちろん1年1年しながらだと思うけど、うんうんうん、その引退っていう言葉に対してなんかそのより身近にというか、うん、ね、若い頃だったらその引退っていうのはあまり意識しないでしょ、うん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 、こういうタイミングでその引退っていうことを頭にそのよぎるというか、そうだね。でもまあ FC 東京でそのなおが引退していく姿だったりとかも見たし、カジが引退してる姿だったりも見たし、うん、自分にもそういうことがすぐ起きるっていうのはその時から考えてたし、うん、FC 東京で契約なかった時もその時も引退もちょっと考えたし、そうだね、そういう意味では常に身近にあったって日本語おかしいけど、そうだね、そうだね、あ、ね、久里もそうだしね、まあ、うん、その同年代がやっぱりこう今続けてる選手の方が少ない中で、今年はどうなんだろう、来年はどうなんだろうっていうね、きっと考えにだんだんなっていくよね。そうだね、まあ、そういう中で言うと、自分のイメージしてたその引退をするっていう流れっていうものは自分が想像していたことだった、あの流れ的には。じゃあすごい活躍しても、なんていうのかな、自分が本当にトップトップのパフォーマンスじゃないけど納得した形で引退するとか、例えば俺みたいにね、うん、あの怪我で続けられなくてっていう引退の仕方もあるし、うん、いろんな引退像があるとは思うんだけど、両親にとってのその自分の引退っていうところに関して言うと、イメージしてたような引退の仕方だった。チームからいらないって言われた時はもう引退の時だと思ってたから、そういう意味では想像通りだったとは言えるけど、ただやっぱり、まあ、昇格争いしてたこともあって、シーズンが終わってからそういう話を初めてして、契約しませんってなって、じゃあ引退ってなった時に、やっぱりなんていうのかな、自分自身もそうだけど、自分の周りにいる家族、子供だったりが、あれ、パパ引退しちゃったの？みたいな感じになっちゃったから、そこは自分の望んでいたものではなかったかな。なるほど。まあ、しょうがないけど、ちょっと、まあ、自分の年齢も考えて、多分ちょっと難しいかも、もし上がったら契約あるかもしれないぐらい話してくれれば、ちょっとはもうちょっと準備はできたかな、覚悟はしてたけど、周りにもうちょっと配慮はできたかなと思ってしまったね。なるほどね、まあ、ある意味俺もさ、早めにもうシーズン終わる半年前にはね、自分で決めて、ね、周りに全て伝えた上で、ある意味もうそこがリミットだったから、そこに標準合わせて持ってって、いう形だったから、自分の中で何の、後ろめたさもなければもうやりきったと思う、自分の引退だったんだけど、両親からしてその、まあ、今回のその何ていうのかな、その場所での引退っていうこともそうだけど、トータルでその J リーグ21年プレーしてきた中で の、 その自分にとってのその J リーグだったり、そのプロサッカー選手っていう満足度というかさ、自分がプレーの中でもそうだし、結果としても、どこまでその納得できたかっていうところも聞きたいんだけど。そうだね、あの引退のコメントにはすごい幸せなサッカー人生って書かせてもらったんだけどただいや幸せだったってそんな一言じゃ言えなくて、もちろん悔しいこともあったし、なんか辛いこともあったし、ただ、まあ、そんなことも含めてやっぱ楽しかったし、こうやってね、サッカーを仕事にできて、毎日ねそれでお金もらえて、なのでやっぱり幸せだったなって改めて思うし、そうだな、ただ満足できたかっていうと、やっぱり悔しさもすごいあって、まあ、岐阜に来てからこういう2年やって、まあ、東京に行ってから、東京では4年だけど、なんかもっとね違う考え方して、もっとこういうやり方してたらもっと自分は活躍できたんじゃないかとか、やっぱそういう思いは尽きないね。いや、それこそがね、まあ、両一のスタイルというかさ、どんだけ例えばね J リーグで2年連続で得点を取ったり、ね、代表でも選ばれて、もちろんそのワールドカップっていう部分ではいけなかったかもしれないけど、でも
ある意味すごい数字的なものもあるじゃん。あの J リーグの試合数もそうだし、得点もそうだし、なんかそういった中でこう常に良一はなんか貪欲にどんな結果になっても得点になろうが、あの自分が活躍しようが、いやまだまだっすって言ってるようなイメージなんだよ、あの話。いやまだまだ全然ダメでって、いつもなんかこう満足してない、満足してる顔をあんまり見たことがないというかさ、なんかそういうものがなんかあれじゃないかな、キャリアを通してのそのイメージ、今の話聞いてたら、まさに俺もその良一のイメージとこう合致するっていうかさ。でもそうかもしれないね。なんかそのいやまだまだですって、本当になんかそれはなんかあえて謙虚に言ってたとかそういうわけじゃなく、やっぱプロに入って、ジュビロに最初入団して、まあフォワードになって中山さん高さんを見て育ったからこそ、なんかやっぱあそこと比べちゃう、常に比べてる自分がいて、そうなるとね、得点を取った、いやみんな2人とも取ってるいやいやまだまだですってなって、そう結局はそこからすべてなんかね、考え方が出来上がったのかなって改めて思うかな。なるほどね、基準がそこの、まあ、あの時の黄金期と言われるね、岩田の、まあ、強さを、ね、俺自身も戦って知ってるけど、結局は本当にトップトップの選手たちがいてチームがあって、そういった基準の中で自分のその基準っていうのが作られたような、そうだね。そうなった時に得点を取ったから、じゃあいや俺はやったってなれなかったね、じゃあこっから、ワールドカップも出たいしみたいな、そうだからそういう発想になってたかな、なんかあれもしたいこれもしたいっていうか、そういう欲深いさ、あの人間ではないと思うのよ、正直な話、だけどなんか決してその欲というよりは満足することがないというか、あの常にこう、まあ、俺から言わせて、ね、もらえば、もちろんそのいい姿って謙虚だし、あの目の前のことをしっかり向き合ってやれるし、どんな時でも手抜かないし、でもやっぱりそういう姿があったからここまで長くというか結果も残せて、とはいえさ、俺らの年代で言ったらもう抜けてたじゃん、存在自体がって思わないじゃん本人はね。いやそうなんだよね、それ言われるとね、いやいやなお逆に俺はそうやってなお見てたよと思って、ね、いや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 、でも本当誰から誰に聞いてもさ、まあ、当時 J リーグ俺らが2000年に入団するっていう時にさ、まあ俺がユース出身でマリノスに入ったわけだけどさ、良一はね行政高校だったから、いろんな選択肢があったわけじゃん、でその中でその岩田を選んだいろんな理由があるとは思うんだけど、でもあの時さ、もう全チームからオファー来たみたいな話になってたじゃん。まあ全チームは大げさだけど、まあでもたくさんのチームから声をかけてもらったのは確かだね。ねえ、まあその一つの基準として岩田を選んだっていうのは、さっきの話じゃないけど、やっぱ見本になる選手たちが多くいるっていうところが一つある。そうだね、まあ結構あの時なおのいたマリノスにも練習参加させてもらったり、何チームかさせてもらった中で、まず圧倒的に雰囲気が良かったの、ジュビロ岩田が。おでそれでもって、あの日本代表の選手がいっぱいいて、強かったから、そしたらもうそこに行くのが一番上手くなるんじゃないかと思って。なるほど、上手くなるってことを考えるのか、そこで試合出られるのかって考えるじゃん、やっぱり、よりその出る環境を求めていく場合もあるしさ、でも良一は上手くなるってことをやっぱり一番に大事にしてる。そうだね、そこを本当に一番に考えたね。結局どこだと、成長できるかってことを考えて、そうだったね。いやでもそこでやっぱ試合出るっていうのもさ、すごい大変なことだしさ、ね、素晴らしい、ね、フォワード、特にまあ良一はさ最初フォワードじゃないじゃん。そうなんだよね、ね、その話も少し聞きたいんだけど、結局それだけの選手がフォワードに行って、でも、ね、中盤にももちろん素晴らしいね選手たちがいる中で、まあ良一は最初に中盤でスタートして、そこからフォワードにその変わったわけだけど、そのなんか経緯というかさ、それどういう流れだったの？でもあの時のジュビロのスタイルって、結構ボール回しとか早い、なんていうの、ワンタッチツータッチで中盤とか動かして、なんかシンプルに攻めるみたいな、まあ当時自分はそう感じたんだけど、でも自分はまずはドリブルの選手だったの、自分の中では。持ってとりあえず前、目の前の相手をかわす。でまず練習行った時にもうサッカー感っていうか、サッカーに対する考え方が全然違うなと思って、でまずね
やっぱり何も周りは見えてないで、とりあえず自分で持ってからドリブルするからすぐに取られるわけよ、うん、だからやっぱり最初全くうまくいかなくて、うん、うん、そうなった時にそうだな、ジュビロのそのコーチの人も俺自分自身を中盤で使おうっていう人はあんまりいなかったかな。やっぱ周りも見えてないし、うん、ただ自分の良さであるそういうドリブルで仕掛けるところとかそういうところを見てこうフォワードに自然になってったかな、うん、で自分でも中盤やっぱり難しいなと思って、それならまだフォワードの方が可能性はまだあるかなみたいなって言っても、うん、フォワードなら勝負できると思ったわけじゃもちろんなくて、うん、そうだね、自分の今のこのね持って仕掛けたり、うん、そこを活かせるのはフォワードかなっていう感じだったかな最初は。まあその中でね、岩田でフォワードに転向してそこからね得点重ねたり、もちろん優勝の経験もしたりしながら、まあ15年にね FC 東京に来るわけなんだけど、もうその頃には俺が若い時にイメージしてた両一のプレースタイルじゃないし、でもそこでフォワードとして確固たる地位築いて、岩田でもね、で代表にも入ったりしながら結果を残してたと思うんだけど、ちょうどジュビロからその 岩田から FC 東京に移籍した、まあ俺はすごい嬉しかったのよ。もう両一って言ったら岩田でずっとやるもんだと思ってたから、うんうん、で代表でも世代別で一緒にプレーしてたけどさ、うん、やっぱりそこから A 代表に入らないと一緒にプレーできないわけ で、うんうん、で A 代表が自分もね離れてる機会も多かったし、で両一とまた一緒にこう2015年、まあ、できるってすごい楽しみにしてたんだけど、うん、その岩田から FC 東京に入るその流れというかきっかけっていうのは何だったの？でもまずはやっぱその年ジュビロは J2 で戦ってて J1 に昇格できなかったっていうのが結構大きくて、うん、そうだな、やっぱり年齢もあったから、その当時34歳になる年だったかな、やっぱ1年でも、そうだね、うんうん、1年でも長く早く長く J1 でプレーしたい、うん、やっぱ選手としてのさピークって言ったらもう今かもしれないしと思ってたし、もう、うん、もっと先だったかもしれないけど、うん、やっぱ今すぐにでも J1 でプレーしたいと思ったし、やっぱ岩田の人には申し訳ないけど、その気持ちは強かったかな。なるほどね。これはまあ2002年に FC 東京来て、それから長く一緒に、ねうん、FC 東京ではやってるけど、自分がそうだな、その自分 の、 その理想というか J1 で戦うために、まあ、多分すごい葛藤あったと思うんだよね。両一もずっとやっぱり岩田のこときっと好きだろうしさ、うん、長くやっていた中で。自分も結果残せなかったから J2 からこう這い上がれなかったっていう思いもきっとあった中で、その天秤を自分の中でやっぱりこう天秤をかけるというか、なんて言うんだろうね、自分がやっぱりより成長できるっていう、さっきのその言葉じゃないけど、うまくなるためにっていうことだったり、まあ、そういうところにその自分の基準を持っていく、まあ、サッカー選手たちはすごい大事なことだし、まあ、そういったことで FC 東京でまたさらなる成長というところで入ってくれたってことなんだ、うん、ジュビロその FC 東京に移る前の年 J2 で戦ってて、途中から七海さんに監督がなって、うんうん、本当に選手時代もすごいお世話になった人で、うん、監督になってからも本当になんていうのかな、常にコミュニケーションを取ってくれて、こんなに選手時代と変わらずに監督をできる人いるんだみたいな気持ちだったんだけど、うん、なんかその一方でやっぱり七海さんがなって、ここ何年かは七海さん監督してジュビロをこう立て直していくんだろうなっていうのは話してても感じたし、何年か先を見てるなっていうのは感じてたの、チームとしても、うんうん、なるほど、もそうなると自分は34になる年で、もうこっから先は1年1年、まあそれまでも1年1年勝負だけど、でもねやっぱ30代になってからの1年1年はまた違ったものだし、そうなった時に自分はね、2、3年先っていうよりも、まずこの1年、次の1年ってなって、それなら、ね、そうやってチャンス、J1 の FC 東京から声をかけてもらって、自分は勝負したいってなったんだよね。この年齢でもう一回また勝負をして、自分がさらに成長っていうところと、まあ、その中で2015、34歳になるとき、うんうん、俺もずっと2014、怪我をしていて、試合なかなか出られない。2015やっと高キャンプからフルにできるようになって、両一も来てくれて、うん、なんかすごいやっててもね楽しかったというか、俺本当に一緒にできたの15年の多分半年ぐらいだったんだよね、怪我もしちゃって。ああそうだね、うん、そうで、うん、なおかつあの時マッシモが
うん、俺のことフォワードで使ってる陽一とツートップやったりとかさ、うん、やったね。その年にして俺がフォワードやるわとかさ、なんか、ま、すごい、それはそれでね、なおはそうだね、フォワードじゃないもんね基本は。そうだね、ガイドが多かった。ただそうだね、うん、そうで俺がフルにできるってことがマシモも分かって、うんうんうん、で陽一と俺の組み合わせで試合をやる、うん、あのね、やっぱりこう懐かしかったもんね。代表でもそうだけどね、アンダー19、20とかでまた一緒にプレーしてた、うん、でお互いがね、2009年で得点争いをさしてさ、うん、ね、俺が途中で脱落してたけどさ。そうだったね。そう、そういう関係性の俺らがまたこう34になってあの2トップ組むっていう、いやすごい新鮮だったんだけど、良一はその時ってどんなこと思ってた？俺に対してもそうだし、チームに対しても。ちょっと質問のあれちょっとずれるんだけど、今思っててやっぱ中学時代を知ってる身としてはさ、なおも中学時代中盤だったじゃん。で、うん、俺も中盤で、その2人がちょっとフォワードで2トッププロで組んでたら面白いなと思いながら、ね、で、面白いね。そしてなおとあの時2トップ組んでた時は、そうだな、自分としては、自分より先に、なおがナビスコとかで点とか取って、うん、フォワードの、こう、なんていうの、うん、まあ、レギュラーみたいなのを確立してって感じがあって、で自分がそのなおのツートップの相棒みたいな感じで出してもらえるってなったから、なんていうのかな、懐かしいとか、うん、楽しいっていう感じよりも、俺もここで出続けたい、結果残したいっていう気持ちの方が強かったね。でなおはそれぞれ特徴、なんていうの、なおはスピードがあってスピードでなんていうの行くタイプで、俺はそうじゃないから、うん、そういう意味ではやりやすさもあったから、うん、そっちの楽しさはあったね。なん、そうだね。で、自分はそれなら結果、残せるじゃないかっていう思いもあったし、うん、そうだね、楽しさと、あとお互いが生かし合えると、うん、まあ、いうところで、うん、すごいこれから楽しみだなって、自分のコンディションも上がってきてさ、で、本当に楽しみな感じでやってた矢先に8月ですよ、フランクフルートで、うん、同じ部屋でさ、うん、ねえ。ドイツで、まあ俺らはドイツも行けなかったし、南アフリカもそうだし、ね、うん、やっぱ海外でこうプレーもしてないから、うん、なんかお互いにこう海外でこうプレーする喜びというか、うん、ね、親善試合であってもすごい楽しみにしてたし、うん、で同じ部屋で何日か過ごして、うんうん、ね、いざ試合ってなった時にさ、まあ俺が膝怪我しちゃって、うんうん、なんだろうね、あそこでもう多分一緒にできる機会がなくなっちゃったっていうかね。そうだね、うん、まあ、うん、夜、良一を連れ出したのは内緒だけど、内緒ってか言っちゃったけど。ね、あの時ももう、いても立ってもいられず、俺、膝前十字やってんのに、もう、いや、こんなのホテルにいらんねえだろっつって、で、良一をもう、ね、連れ去ってね、で、ドイツに住んでる友人とね、一緒に語りながら、うん、夜を過ごしたんだけど、覚えてる、その時のこと。いやいや、めちゃくちゃ覚えてるよ。めちゃくちゃ責任感じてたし、今でも感じてるし。なんでよ。え、なんで。いや、なおと同じ部屋、なおが俺と同じ部屋になったあまり散歩に出かけちゃって、そのせいでいつもと違った体になり、前十字を怪我してしまったんじゃないかと本当に思ったから。いやだからさ、朝いつも良一が散歩行くのは知ってるけどさ、いやちょっとなんか海外で気持ちいいし、朝散歩俺も行ってみようかなって、良一が出てた後に良一追っかけてたけど、良一がいなくて、それ試合の当日よ。で、あれ良一どこまで行っちゃったんだろうなって言って、なんか川みたいなところのさ、川沿いをさ歩いて行っちゃったのかなと思って、まあいいやと思って、ホテル帰ったらもう朝飯食ってたっていうね。まあ俺は1週ぐらいしかしてなかったからね、ホテルの周り。あ、そうなの。いや、両一のことだからいっぱい歩ってんだろうなと思ってさ、小金井公園。ああ、小金井公園。ねえ、そうそう、歩ったりとか、両一は、うん、散歩よくしてたから、はい、全然そんなことないよ。俺はそうやって冗談で言ったけど、そんなこと全然ないから。まあでもその後はね、自分も2017年に引退して、良一は、うん、本当に、その後もね、18年、うん、FC 東京に、だから、5、6、7、8、9、ん？5、6、7、8。4年か、4年、5、6、7、8、うん、4年、うん、
まあ、その間にマッシモがいて、で、ジョークさんになって、で、途中でね、監督がまた変わったりとかさ、うんうん、まあ、アーマさんとかシノさんとかさ、で、ケンタさんもやったし、うん、まあ、その中でのその FC 東京っていう中での自分の存在と、クラブとっていうのはどういうふうにこう今振り返ってみると、そうだね、まずは本当に今でも J1 で指揮を取ってる監督が何人もいて、うん、そういう監督の下でプレーできたのは本当に自分としてはいい経験をさせてもらったなって思ってて、うん、まあ FC 東京のサポーターの方はいやいやそんなんじゃなくしっかり結果を出してくれって思われるかもしれないけど、でもやっぱ自分の中ではそうやって本当にいい経験させてもらって、うん、ACL も戦わせてもらったし、そういう気持ちがあって、ただやっぱりその FC 東京から出る時も挨拶言わせてもらったけど、もっと勝利に貢献したかったし、うんうん、そういう意味でそこでも悔しさはあったけど、ただジュビロで15年プレーした後、その FC 東京やっぱね、東京のチームでプレーしてみて、ジュビロとは違う、やっぱ違ったんだよね、静岡と東京のチームっていうのを自分の中で、うん、そこをうまくなんかこれだっていうのは言えないけど、ただ中高も高校で中高も東京で育った自分的には、まあ、友人であったりとか、まあ、両親もその辺に住んでいたりとかして、まあ、よく試合に見に来てもらえたりとか、そういう意味でまた岩田時代とは違った、うん、なんかサッカーをやってて楽しさも感じさせてもらったし、うんうん、そういう意味では本当にいい経験をさせてもらったっていう印象、うん、気持ちが強いかな、うん、うん、そうだね、俺も一緒にプレーしててもそうだし、引退した後、うん、両親のプレーも見てたけど、うん、本当にいろいろなことをそのなんか悩みながらも自分と向き合って、ね、うん、練習終わればずっとグラウンドをこうやって走って、ね、何考えてるのかなって思いながらさ多分そういうふうに向き合うというか、なんだろう、いつでも向き合ってきたけど、うん、すごい多分、まあ、いい意味で言えば濃かったで、うん、ちょっとまた違う視点で言えばすごい自分の中で多分すっきりというか納得するようなこう試合だったり、うん、プレーがずっと出せてたかって言ったらそうでもない、うんうんうん、でも俺はなんかこう両一がそういう姿を見せてくれたのは本当に若い選手たちにとっても、クラブにとっても財産だし、うん、両一が本当にクラブ離れる時かな、あの若手に対して伝えた言葉を覚えてる両一自身、うん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 、いやいや覚えてるよ、もちろん自分で言ったことは、うん、あ、なんて言ったっけ、あの時は俺 J3 でやってたじゃん最後、うんうん、そういうのもあって、その若い子と一緒にプレーする時間が本当に長くて、もちろん試合も戦ったし、うん、1週間の練習でももう J3 組って別れることも多かったから、うん、だからこそなんか出ていく時になんかすごい言いたくなって、なんか一言言って言いたいと思って、うん、それでそうだね、その、まあ、自分自身もそうだったけど J1 で出れなくてもそういう時期は絶対に大事みたいなことは言わせてもらったね。だから、うん、時代はもちろん昔と違ってどんどんね、移籍も活発になって、こうやって移籍して試合に出ることももちろん大事だと思うけど、ただそれだけじゃなく、うん、そのチームに居続けて出れない時期を過ごしてもがいて、なんかそうして最終的に掴み取るレギュラーの座を、そういう道も悪くない、また言い方、うん、あのその時は違うかもしれないけど、まあそういうことを言わせてもらったね、うんうん、だから頑張ってください、いや熱かった、本当マジで熱かった、本当に多分みんなびっくりしたと思うし、もともとはその姿でね示すっていうところはあったけど、うん、まあ、両一もその J3 の中で自分が J1 で出るためにって本当に目の前のこと一生懸命やってる、うん、まあその背中はきっと若い、ね、選手たち見てた中で、うんうんうん、で最後にそういう言葉をズバッと発してさ去っていくわけじゃんかっけえなーっていうかすげえなーって思っていたんだけど、結局そこの姿勢だったり言葉が、うん、今の FC 東京見てみてよ、当時 J3 でさ一緒に戦ってたね、ゴーが出てて、でマナトとかねウッチーとかさ、うん、なってるじゃん、やっぱそういう思いでこうピッチ立ててくれてるわけじゃん、いや、うん、そうだね、うん、うん、だからそうやって考えると、なんか良一が残していったものっていうのは FC 東京に与えてくれたものってすごい、本人はね多分すごい、じゃあ納得できてタイトルも取れてっていう感じじゃなかったと思うけど、うん、その存在自体が自分にとっては本当に貴重な存在だったなっていうふうに思うんだけど、う
そうだね、そう言ってもらえるのはすごくありがたいけど、まあそうだね、うん、ただ自分自身去年の FC 東京だったり、うん、一昨年もまあ気にして何試合も見てて、うん、で去年に限って言えば J3 がなくなったことで本当に若い選手が ね出てて頑張ってたし、うん、いや自分がそのいた2018年の時とはもうね全然違う選手になってて驚いたし、うんうん、でもすごい嬉しかったし、なんかねすごい応援してたねやっぱり、うん、楽しみにしてたんだけどね J3 でほら対戦するのもさ、あーそうね、うん、あーそうそう、だけどまあ、ね、嫌だったけどねいやみんなファンサポーターの皆さんも結構多分楽しみにしてたと思うよあーそうだね、まあじゃあ離れてもチームのことを見てくれてたんだ、いやよく見てたね試合は、そうだね、うん、もちろんそのルヴァンの決勝もそれは今年だけど見て感動したし、うん、うんうん、そうだね、そうだね、うん、もうそれはそうですよ、一緒に、ね、プレーした仲間だし FC 東京ファミリーですけど、うんうん、まああのいろんな話をね、 FC 東京の話もそうですし、うん、岩田もそうだし、うん、まああの岐阜でのね、こともそうですけど、まあ引退を決めてもう指導者、うん、決めた、そうだね、ね、うん、もう決まって、うん、なんかあの両一の指導者っていうところはなかなか想像がね、うん、できないんだけど、だけど、うん、うちにいる頃から B 級のライセンスをね取って、うんうん、なんかそこでの経験とか、うん、あの指導者になるっていうところの判断に、うん、だん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 こうなんだろうね、引退してからもちろん決断することだと思うんだけど、うんうんうん、その指導者っていうに対してのそのマインド、自分が指導者をやろうというふうに思ったそのきっかけとか、うん、っていうのはどこにあったのかな。そうだな、若い時とか30代前半の時は、うん、もうねサッカーを引退したらサッカーとは全く違う職業についてもうなんか違うそういう生き方をしようと思ってたけど、うん、こう結局だんだん30代年を重ねていくごとにこれだけサッカーしかやってこなくて、それでなんていうのかな、いろんな試合に出れない時とかもあって、出た時もあったりとかして自分なりにいろいろ考えて悩んだりとかしながらプレーしてきて、なんかこの経験をなんか若い子そうやって伝えたりしてみたいなって思うようにやりながらなっていって、うんうんうん、ただプレーしてる時は、うん、全くそれを伝え始めたら、いや選手の時はそんなことはね絶対しちゃいけないと思うんだし、でも心の中ではなんかこう言ったらこの選手もうちょっと良くなるんじゃないかなっていうのもあったりとかしてだからやりながらだんだんちょっとやってみたいなみたいな気持ちになってたね、うんうん、あ面白い、今の話聞いててね、うん、モニが全く一緒のこと言ってた、本当、いや俺が教えて、まあ客観視して若い選手をちょっと言葉でアドバイスしたりとかコーチングしたらこいつ絶対良くなるのに、だけどそれを言い始めたり考えてたら俺はプレイヤーでなくなるっていうことを言ってて、うんうんうん、でもちろんそのねそいつの成長のためだったら言うことも必要かもしれないけど、うん、でもプレイヤー自分がプレイヤーだって考えたらそれは違う、だけど指導者として自分はそういうふうなところでちょっと考えたりもするとかっていうことをモリも全く言っててさ、あいつも俺指導者やるんじゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、ああでもまさに同じこと言ってたわ今、ああ、うん、うん、本当にそうだな、うん、いう中で、まあね、選手を引退してその指導者としてそういう指導コーチングをしていく、うんうんね、これからわけだと思うんだけど、まずはあれでしょ、岩田の育成でユースでしょ、そうだねユースでやらせてもらうことになったね、ねユースだってミノルさんが監督でしょ、いやそうだね、小林ミノルさんはだって FC 東京にいたからね、そうだよね、俺も一緒にプレー2002年してるけど、であ一緒にしてるんだね、なそう美濃さんは試合は一緒には俺は出てないけど、まあ練習はやってたし、うんうん、でノブさんいるでしょ、うん、FC 東京じゃんそうなんだよそうなんだよ本当に、いやいやまあそういう先輩方ね、 FC 東京にゆかりのある先輩方もいるということですけど、どうですかその自分のコーチをしているイメージとかって
自分がどういう指導をしたいとか、例えばその指導方針っていうか、まあいろいろね、それはチームによっても違うと思うけど、自分はこういう選手を育てたいとか、こういうことを強く伝えたいっていうことをなんかあったら、今考えていることであったら教えてもらいたいなと思うんですけど。正直ね、ビジョンは全くなくて、申し訳ない。全くないんだけど、ただでもやってみたいの。へ、うん、すごい、それは。その気持ちだけだね。もう自分が何を教えるかとか、うん、こんだけ点いっぱい点を取ったから、そういうこと教えられるでしょって言われるけど、うん、いや、そこの別に自信もあるわけじゃなくて、うん、だから本当にね、ビジョンは申し訳ないけど、全くないんだよね。ただ、いいんじゃない？なくて。そうかな。これすごいことだと思うよ。だって大体さ、うんうん、これだけ自分がプレイヤーとしてやってきた、こういう風にすればこうなるみたいなさ、自分の中でこう、うん、なんか作られたりするじゃん、うん、じゃあそういうものを伝えていこう、むしろそういうものを伝えていく方が自分の価値としてはやっぱり自分の存在意義があるっていう風に考えると思うし、うん、だけどそこをなんていうのかな、うんうん、ただ指導してみたいっていうこうなんか真っ白な感じ、うん、なんかいろんなこうね可能性を秘めてるように今聞こえたんだけど、うん、でも本当にだからやっぱ不安ももちろんあるし、うん、でもまあそれもそれってその時はもう諦めりゃいいかなって思っててとりあえずもう飛び込んでみようと思って、ただその時はなんか聞かれたりしてもね、まあそんな多くを語らしゃべらなくてもプレーで見てればいいやみたいな気持ちも多少あったから、うん、でもこれから先はそれじゃいけないわけじゃん、結局はそんなこと思っててもしっかり言葉で伝えられないとさ話にならないから、うん、本当に全く別物だなっていうのも感じてるし、うん、でもだからこそやりがいもちょっと感じていて、うん、そうだね、うん、なるほど、じゃああんまりそういう自分の中でこう、うん、指導とはこうだああだってことはこれだけの多くの監督とやっていろんな刺激も受けて、で両一もこれだけのね選手に成長して結果も出して、うん、でも目の前のこの選手をどういうふうにしていくか、うまくどうしていくかっていうことにフォーカスするのってやっぱすごいね。まあそうだね、ユースのそうだね、うん、ただその B 級だったり C 級だったりを、うん、まあ、FC 東京で取らせてもらって、うん、その時に指導の難しさもすごく感じて、まあそんなに初めから期待はしてなかったの自分に、うん、ただ期待以上にできなくて、おう、あ、こんなできないんだと思って、でもだからって、あ、俺やっぱ指導者に向いてないとは思わなくて、だからこそ、うん、ここから成長していきたいと思ったし、なんかそうだね、それくらい自分との力の差を、まあ、奥原さん、うん、奥原さんね、実際指導実践とか見せてくれて、うん、感じてもらって、なんかすごくやってみたいって改めて思ってしまったね。なるほど、自分のできなささに気づいてもっとやってみたいというか、うん、指導してみたいと思った、なんかこっからは上達しかないんじゃないかみたいな、勝手にこんだけねできないならと思ってしまった、うん、そうだ、自分は全然伝えられてない岡田さんと比べていや本当そうよ、むしろその言って申し訳ない気持ちの方が強い強いね、特に地域の時もだけど、いやでもすごいよ、指導ってやっぱり目の前の選手をどうするかって、特にね育成年代の子たちに対してのアプローチっていうのは、あの長澤哲さんも言ってた、いろんな話してさ、うちのジュニアエースもやったりもしてたしさ、ね、育成をやっぱ指導する上で言うと、目の前の選手が、例えば選手がね、そんなこと思わないだろうけど、いや俺をどううまくしてくれるんだっていうその姿勢で来ると、うんうん、姿勢としてはね、うんうん、だからそういう意味で言うと、この指導を、自分がこの理想とかっていうのもそうだけど、目の前の選手をどううまくしようかっていうところの情熱がないと、うんうん、その熱だったりが伝わらない、まずはそこがないと、うん、やっぱり選手も聞いてくれない、うん、その指導もやっぱ自分にとっての、うん、本当に自分のものになるかどうかっていう、その、うん、ちょっと疑問が浮かぶというかさ、うんうんうん、だから今両親の話聞いてたら、なんか目の前のその上手くなるためにっていうプレイヤーとしてもやってきた、うん、じゃあ指導をやっぱりこう上手く、なってもらうためのこう熱っていうものが非常にそこはなんかまっさらにあるんじゃないかなって、まっさらだけどそのままずドーンってこう、
なんか選手たちに伝わるんじゃないかなと思うんだよね。そうだね、伝えられたらと思うし、やっぱ見れないとダメじゃん、選手、何がいい、何が悪い、何が足りない、そこをしっかり見れるのかなって今は、そうだね、いやーすごい興味深い話聞けた、まあ、これからのその、まっさらな、俺もね、クラブコミュニケーターでまっさらな状態からスタートして何ができるのかとか楽しみだったし、別に自分一人でいろいろやっていこうというよりは、いろんな人の助けだったり、言葉だったり力をね、お借りしながらこうクラブと共に成長してきたと、これだと思っているんで、両一もね、岩田でそういう指導者のスタートっていうところで、いろんなね、岩田の歴史も知ってるし、いろんなね、関係性もよく分かってるし、まあ、その中で目の前の子どもたちをどう成長させるかっていう、どういう選手が俺も出てくるかっていうのはすごい楽しみだし、両一の育てた選手ね、と FC 東京のね、育成もね、また試合もするわけだから、すごい楽しみです。そうだね、そう言ってもらえると頑張るわ。はい、話をしていてなんか尽きないんですけど、最後に、まあ自分たちの年代でね、引退する選手も増えてきて、で指導者を目指すね、両一がいたり、で今はクラブの方でなんていうのかな、運営だったりね、スポンサーだったり、こう候補だったりとか、まあいろんな活動を僕自身もさせてもらってますけど、やはりその先にはこうね、日本サッカーを盛り上げるっていう気持ちも、お互いにあると思うし、クラブを強くしていくっていうこともそうですし、育てていくっていう、選手を育てていくという、いろんな思いがある中で、まあ、両一が今後のその指導者としてのその目標、どんな思いで今これからチャレンジをするかっていうところを最後ちょっと聞いて、そしてファンサポーターに、うちのサポーターもそうですし、本当に両親のことずっと昔からね、応援してくれてる方々に向けても一言お願いしたいですけど、そうだね、指導者としてはのキャリアをスタートすることになったけど、そのことに関してはさっきナオにも言ったけど、本当にビジョンとか何もなくて、とりあえずもう飛び込んでみるみたいな感じで、でも将来的にはね、カテゴリーはどこであれ、なんか監督をやってみたい、もちろん気持ちはあるね、チームで率いてみたい、ただそれもやっぱ漠然としたもので、今はとにかく今はただ指導してみたいっていう気持ちだけで、そこから着実になんか成長していけたらなみたいな、自分人としてももちろん成長を手助けしながら自分も成長していけたらなって思ってるね。あとやっぱりさっき最初の話じゃないけど、こうやって引退することになって、自分の周りのもちろん家族だけじゃなくて、支えてくれたファンサポーターの人に対しても、最後まで自分が引退するってことを伝えられなかったし、直接、絶対多分応援してくれた人は1月何日だったかな、その時のニュースで初めて引退するんだって知っただろうし、それはなんか自分自身やっぱりちょっとね、ずっと本当に応援してくれた人がいて、直接言いたかったし、ありがとうございますとか、そういうのは今でも心残りだし、だからこそなんかこうやって直とね、喋る場を与えてもらえたのはすごく嬉しくて、本当になんか21年間支えてもらって、本当の感謝の気持ちでいっぱいっていうのを今伝えたいし、ただまあこれからもサッカー界にいるし、自分自身頑張っていこうと思ってるから、またこれからもなんか応援し、なんていうの、よろしくお願いしますって気持ちもあるかな。いやもちろんだよ、だってこれがね、またどこで指導するかもわからないしね、 FC 東京でまた育成もそうだし、トップチームのコーチ監督になる可能性もあるし、その可能性がめちゃくちゃね、両一の今の両一にはこう話を聞いてて、なんていうの、可能性っていうものをさ、なんかその姿勢も含めて感じるんで、また一緒にこうどこかで仕事ができるというかね、同じサッカー界の中で、一緒に高めていければなと。ぜひ楽しみにしてるわ。はい、もうみんな愛してるから、両一のこと、俺たちの両一だから、俺たちの前だから。なんかそんなこと言うと俺マジ泣いちゃうからやって。だんだん年とともに涙もろくなってるから。本当かよ、本当かよ、本当に。いやいや、そうですよ、もうアラフォーですから、本当よ、今年ね、40だからお互いに、
あの健康に、ねね、お互い気をつけながら、うん、まあ陽一は大丈夫だと思うけど、あのちゃんと規則正しい生活もするだろうし、お酒もそんな飲まないだろうし、いや、いやでもここだけやめたらまずタバコ吸ってやろうって思ってたの、うん、なんでヤンキーじゃんとりあえずちょっとタバコを吸っといた方がいいかなと思って、人生なんか一回だけでもでもね、早々に考え なくなったね。いやいや、やっぱ違うわと思ってそんなこと考えてたの？ちょっと考えちゃったね。かわいいな、あんたかわいいよ。俺そんなかわいい領地があの大好きなんで、あのこれからも、はい、あの天然ぶりを発揮してもらって、でもあの素晴らしい、そのなんていうのかな、あのキラキラした、はい、領地をまた指導者の姿でも見せてほしいなというふうに思います。はい、はい、今日は本当に貴重な時間、はい、ありがとうございました。またゆっくりといろいろ話ができるの楽しみにしてます。そうだね、はい、直接今度会えるようにね、うん、その時はまたゆっくり話しましょう。ありがとう、またな。はい、ということで、はい、前田良一さんですね、はい、登場していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうな。